一晩だけでも泊まっていけないの？言ったろ、この烙印がある限り俺たちは資料や魔物どもを呼び寄せちまう。そうなればお前にも危害が及ぶ。俺はエリカにだって。けどやっぱり俺だって。かけがえのないものをおっぽり出すな。護道の遺言だろ。元気でね、キャスターお姉ちゃん。しっかり守らなくちゃダメだよ、ガッツ。ユキ、そういや俺が鷹の段を飛び出したのもちょうどこんな雪の中だったな。あいつとやり合ったのも今日みたいな雪の丘だった。今度は俺が置き去りにされたってわけか。置いてきゃしねえさ。もう置き去りにはしねえ。今度は失わない。ファルネーゼ様は変わられた。あの黒い剣士と出会ってからいいもんですね。大人数で移動するんじゃなくてこういうしんみりしたのもいかにも旅って感じがしますよ。どこがだ。寒いわ空腹だわろくでもない。それじゃあやっぱり生徒に帰りますか。黒い剣士は諦めて。そのつもりはない。大神院の連中に製鉄先師団は難民ともでも怪物に飲み込まれてしまったと報告しろとでも言うのか。鋼鉄どころか下手をすれば異端審問にかけられるのがオチだ。それにあの屋敷にはもう戻る気はない。ファルネーゼ様と出会ったのもちょうどこんな雪の夜だった。雪倒れていたところを拾われ、その時からファルネーゼ様のものとなったバンディミオン家。その財力は世界屈指。諸国の王家にもその血筋を多く送り込み、絶大な影響力を誇る名門中の名門。しかし親の愛は娘を物で埋め尽くすことで示され、広大な屋敷で文字通りファルネーゼ様は野放しだった。小さな暴君である彼女の常軌を逸した行動は人を遠ざけた。しかし彼女は怯えていた。広大な牢獄に放置されて。石泥どうなったかな。死んでなきゃいいけど。目つきの悪さと強情なとこ、なんとなくガッツに似てたな。ふざけろ。の分まで全部食べちゃったよ。いいよ。でもちゃんと食べとかないと体持たないぞ。ただでさえ毎日日暮れから夜明けまで剣振りっぱなしなんだから。実際思ったよりきついもんだ。人一人かばいながら剣を振り続けるってのは。だがそれ以上にきついのは見る影もないお前があの日々を去来させる。全て砕け散ったのだと突きつけ続けること。パック、お前の故郷ってのはどんなとこなんだ。そりゃもういいとこだぞ、エルフヘルム。そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる。年中無休トポハルのエルフィンパラダイス。おう、麗しの我がふるさとよ。
そんな夢みたいなところなら、なんでお前国を出たんだよ。飽きちゃった。まさかこいつに頼ることになるとはな。今はどんなか細い望みにもすがるしかない。寝るの、夢を見るの、あいつの夢を。ねえ、どうして、なぜあいつを追わないの。やっと会えたんじゃない、もう少しじゃない。行こうよ、あいつのところへ。撤回をくれてやろうよ。この女がいるから放っておこうよ。そんなに大切なの、グリフィスよりも。もうこの女はお前の知っている戦士なんかじゃない。ただの残骸、別人さ。それなのに大切なの、思い続けることができるの。この女を今も、こんな女のみで。グリフィスが残した傷口だから、グリフィスの残した痛みを感じ続けていたいから大切なんじゃないの。この女はグリフィスを焦がれ続けるための生贄さ。消えろ。生贄ならもっといい使い道がある。ズタズタにしてしまえば、もっともっと深く深くグリフィスとつながる。お前は望んでいる。やめろ！そんなはずあるかよ。そんなはず。守るべき存在は重く、眠れぬ夜は一層心を蝕んだ。大変だ、やばいよ。ガッツ、起きろ。ちょっと眠り込んだ隙にキャスカが逃げちゃったんだ。急がないと日が落ちる。手分けして探そう。キャスカ、なんで寝ちまったんだ。しょうがないよガッツ、何日も寝てなかったじゃん。おうおう、食い物出しやがれ。おい、女はどこだ。
でも甘やかな期待を持っていたのかもしれない。何か通うものさえあればと。こんな、なんでこんなところに女が。結構いい女じゃねえか。いつだった。最後にあいつが笑ったのは、ヒーローが俺を蝕む。守ることにギリギリで、優しく接するゆとりが消えてゆく。甘かった。断罪の通りを勝った時は、生きてさえいれば、ただそれだけを願った。置き去りにした時間だけ、俺はあいつから離れちまったんだ。俺の自分自身への不信が拍車をかける。投げ出さないと、傍らにいると誓った。だが遠くなる。お女ならあっちで。頭が。キャスカ。キャスカ。全て力の糧と死亡。